ただいまの時間午後10時30分を回りました。今週も始まりました小室由里の夜サプリ。ここから30分間お付き合いください。この番組は誰にも言えない男女の深い悩みを解消しております、男女コミュニケーション専門家小室由里がお届けいたします。あなたの恋と愛に役立つ夜に聞きたいサプリメント的バラエティ番組です。この番組は占い癒しところ薬毛庵、恋愛スキル協会リコモ、沖縄の地鶏を育てる琉球食系、以上3社と沖縄県 FM 宜野湾、神奈川県 FM 大和の2局ネットでお送りしております。車で聞いているそこのあなた、夜道の運転くれぐれも気をつけてくださいね。それでは今週もよろしくお願いいたします。あなたのためのパーソナリティ、男女コミュニケーション専門家小室由里です。今月からコーナーが増えることになりました。毎月1週目、今週ですね、コーナータイトル、あなたの強み発見サプリ、 USP プロファイラーの押したり構造先生がご担当いただくことになりました。押したり構造先生、確かね9月の頭ぐらいにゲストで出ていただいたことはご記憶にも新しいんじゃないかと思いますけれども、この USP プロファイリング、なかなか耳慣れないですよね。特に USP っていう言葉ね、ユニークセリングプロポジション、日本語に訳すと、簡単に訳すと、あなたの強み、いいところということですね。このあなたのいいところを引き出してくださるのが、この押したり構造先生がお得意とされているところなんですね。なかなか自分のいいところって言いづらいですよね。え、私なんだろう、深く考えないえ、前向き、とりあえずやる、いきなり3つ言えました。この自分で3つ言えるということもまた大事なことだと思うんですけれども、自分のいいところを発見しやすくして、今の生きにくさを生きやすさに変えてくれる、そんな人生の取扱説明書を作ってくださるのが、この押したり先生のお得意とされているところです。ぜひ楽しみにしていてくださいね。さて、今週お渡しする夜に聞きたいサプリメントは雑談サプリ、久しぶりですね。気の向くままにゆるゆるとしゃべります。まあ、雑談というかですね、10月30日に開催されましたライブ、澤宏隆35周年アニバーサリー、35周年、長いですね。はい、そのライブにゲスト出演させていただいた様子を、なんと取って差ししてまいりました。小室由里コーナーの中で公開収録をしてきましたので、ライブの様子楽しんでくださいね。そしてオープニングでもお話ししましたが、毎月1週目はあなたの強み発見サプリ、あなたの隠された強みを USP プロファイラー押したり構造先生にお教えいただきます。初コーナーです。押したり先生、よろしくお願いします。今週は、強みは大きく分けて2つあるというお話していただけるそうですよ。そして DMM オンラインサロンが大人気好評中です。大阪の占い癒し所薬毛庵オーナー萩原薬毛先生監修による、あなたの恋と愛に役立つ週末の占いサプリもお届けします。今週は、遅れてごめん、ハロウィンのコスプレ編です。先週に引き続きご担当は鎌倉の占い師 DT 岩瀬さんにお願いをしております。番組では皆さんからのメールメッセージ募集しております。番組への感想、リクエスト、こんなゲスト呼んでほしいなどなどお待ちしておりますよ。FM ヤマトをお聞きの方は、メールアドレス、yuri@fmyamato.co.jp、yuri@fmyamato.co.jp へ、FM ギノワンをお聞きの方は、メールアドレス、797@fmginowan.com、数字の797@fmginowan.com へ送ってください。
たくさんの応援メッセージお待ちしております。ここから小室入り公開収録始まります。ありがとうございます、ありがとうございます、大きな拍手ありがとうございます、ということで今日は10月の30日、はい、澤宏隆さん35周年記念ライブ、ここで何をやるかというとですね、野菜も菜プレゼンツ、勝手にプレゼンツにしちゃいました、すいません、はい、あなたは男性の女性のどっちよりーゲーム、よく聞きませんか、男性の女性のってね。最近だとね、あの共有共感は女性のよりですよなんて、そんなお話もあるかと思うんですけれども、これから3つのゲームを一緒にしていきたいと思います。はい、ステージ側の皆さんも参加してくださいね、はい、3つのゲームで、あなたが男性のよりなのか女性のよりなのか見ていきたいと思います。それでは今日ね、あの SE も用意したんですSE も用意したんです。ではいきますよ。一つ目の質問、一つ目の質問、あなたは神経衰弱をしています。めくられたカードの位置を何枚まで覚えられますか。あなたは神経衰弱をしています。めくられたカードの位置、あなたは何枚まで覚えられるでしょうか。1枚前まで、3枚前まで、5枚前まで、10枚前まで覚えられる。さあ考えてください、シンキングタイム。あなたは何枚覚えられますか。神経衰弱のカード、何枚前まで覚えられますでしょうか。はい、では聞いてまいります。1枚前までしか覚えられないという人どれぐらい、あ、いますね、いますね、ありがとうございます、5人ぐらい、はい、3枚前まで、1、2、3、4、5、6、あ、結構多い、あ、7、はい、3枚、ひろこさんも5枚前までいける、5枚、お、おー、1、2、3、4、5、6、はい、ありがとうございます、10枚前まで、あー、ありがとうございます、私10枚、あ、やだ、ホットさんもいけるのね、さすが、今手が上がっているのが小学生、さすが。それではあなたは男性のより、それとも女性のより、これはですね、多ければ多いほど女性のよりだと言われております。そうなんです、そうなんです、カードの位置を覚えておけるのは女性の方が能力が高いという結果が出ているんですね。あっちこっちに並んだ冷蔵庫の中、覚えていられるのは女性の方が覚えてられますよね。ということで神経衰弱のカードたくさん覚えておけるのは女性だということです。では2問目いきます。味覚、甘い、酸っぱい、塩辛い、苦い、辛い、この5つ、これらであなたが敏感に感じられると思うものはいくつありますか。甘い、酸っぱい、塩辛い、辛い、あ、苦い、辛い、もう一回いきますよ。甘い、酸っぱい、塩辛い、苦い、辛い、あなたがこの味覚は自分は敏感だなと思う味覚いくつありますか。では考えてください。アナログですよねめっちゃアナログですよねはい、皆さん頭の中で心の中で考えていただいたと思いますが、それでは答えです。これはですね、女性の方が甘い、酸っぱい、塩辛い、苦いの味覚が敏感だそうです。なのでこの4つ自分が敏感だな、よく感じるなと思われた方は女性のよりだと
いうことらしいんですね。じゃあ辛いはどこに行っちゃったの？ちなみに辛いに敏感だなって思った方、はい手挙げて。辛い好き、はいはい、沢さんも辛い大好きですよね。ありがとうございます。お手を下ろしてください。ちなみにこの辛いは味覚ではございません。実はそう、おっしゃる通り痛覚、痛いなんです。なので今お手を挙げた方は痛いのがお好きなのね。やだ、痛いのが好きなのね。はい、好きなのね。ね、存分に今日は後でいじめていただきたいと思います。あ、私のラジオ番組こんな感じで進んでいきます。はい、では最後3問目、皆さん人差し指用意してください。お食事のお手をちょっとだけこちらにご協力ください。ありがとうございます。この利き手の人差し指ですね、利き手の人差し指で10秒間テーブルをタップしてください。いいですか？10秒間テーブルをタタ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 タップしてください。まずいきますよ。これ2本違う、これ違う、人差し指だけです。利き手の人差し指だけで10秒間テーブルをタップしますよ。それではだから違うって言ってる。いきますよ、よーいスタート。はい、ありがとうございます。だいたい何回ぐらいタップできましたかね。ごめんなさい、数えてくださいって案内するの忘れちゃいました。ごめんなさい、すいません。はい、20回ぐらい。じゃあ20回は叩けたなっていう人、はい、ありがとうございます。30回、40回、50回、さすが。それ以上、あ、いるいるいる。連打得意、連打得意。今高橋名人って言おうとして、これ絶対年齢わかるやつですよね。絶対年齢わかるやつですよね。そうそうそう、では答えです。そう、16連射ね、あれね、やれなかったんです。私答え、これ数が多い人ほど男性のよりです。そうなんです。はい、大塚ちゃんは男性のよりだということがこれで分かりましたね。はい、っていうのがこの繰り返しの作業が男性脳の方が得意だというデータが。そうなんです、そうなんです。だからよくリフっていう、リフでいいのかな、リフでいいんですかね、同じこうフレーズを繰り返すっていう、あれは男性の方が得意なんだそうですよ。そうなんです。ということで、小室ゆりの夜サプリ公開収録、あなたは男性のそれとも女性のよりゲーム、ありがとうございました。ご協力ありがとうございました。ありがとうございました。好きな人に振り向いてもらえない、いつも振られちゃう、恋人の気持ちがわからない、そんなあなたへ、恋愛スキルアカデミーは恋愛から婚活、夫婦円満まで、あなたの恋と愛に役立つスキルを学べる講座です。性格診断や話し方、夜の生活まで、経験豊富な専門家があなたをお待ちしています。もう一人で悩まないで。お問い合わせはインターネット検索恋愛スキル協会へ。沖縄発のブランド地鶏、福雪地鶏。琉球食系では養鶏場作りから7年をかけ、沖縄発のブランド地鶏、福雪地鶏を完成させました。6ヶ月の時間をかけて安心安全に飼育しています。おいしいって幸せ。沖縄発のブランド地鶏、福雪地鶏。
毎月1週目はあなたの強み発見サプリ新コーナーですよ。ご担当いただきますのは USP プロファイラー押したり構造先生です。それでは押したり先生よろしくお願いします。あなたの強み発見サプリ、今週から担当します USP プロファイラーの押したりです。行動心理と四柱推命を組み合わせた統計と分析であなたの運命と運勢と強みを鑑定しています。 USP とはユニークセリングプロポジションの略で、他のものにはない強みを言います。さていきなりですが、皆さんは自分の強みって言えますか？他の人よりも優れている特性と捉えてもいいです。このコーナーではあなたにしかない強みを発見するお手伝いができればと思います。それでは早速本題に入っちゃいましょう。強みは大きく分けて2つあります。それが自分自身で自覚できる強みと、信頼できるパートナーから見た強みです。まず自分の強みを書き出してみましょう。いくつ書けますか？自己分析がしっかりできている方は自覚できる強みを結構書き出せるはずです。そういった方は次のステップへ。パートナーに、私の良さって何？と質問してみてください。自分では意識していなかった強みが発見できますよ。これってすごく重要なんです。自分がこうだって思ってたのに、実は相手から見たらそうじゃなかったなんてことはよくあるんですよ。さらに自分では気づかない強みに気づかせてくれます。あなたが自覚できる強みとパートナーから見た強み、この2つを合わせたものがあなたの真の強みになります。ということで、パートナーとお互いにいいところを6個言い合ってみてください。なぜ6個なのか、はじめの3から4個は意外とサクッと出てきます。残り2つは絞り出して出てくるんです。直感的な良さとよく考えてから出てくる良さ、この両方を導き出すのに6個ぐらいがちょうどいい。1個目から悩まれてしまうと、俺の何がいいかわからんの？と突っ込みたくなりますけど、全てが心地よすぎて言葉にはできないなんてこともあるんですよ。それはいい方に解釈してあげましょう。もし自分の強みがわからないという場合は、行動心理と四柱推命を組み合わせた USP プロファイリングで導き出せます。気軽にご相談ください。今は風の時代に突入していますよね。風の時代は共感と共有の時代です。つまり風の時代のパートナーシップとは、お互いに強みを言い合えるパートナーシップと言えるんじゃないでしょうか。お前のそういうとこ嫌いなんだよ、あなたのそういうとこ嫌いなんてディスり合いをしたのは土の時代。風の時代はあなたのそういうとこ好き、でももっとこうなってくれるともっと好きになっちゃうんだよね、という承認と提案に置き換えましょう。まずは強みの共有から始めてみませんか。本日はここまで。あなたの強み発見サプリ、提供は USP プロファイラーの押したりがお送りいたしました。それではまた。押したり先生ありがとうございました。いいところを6つ言い合う、とっても大事なことですよね。自分では気づかないいいところ、強みというものは他の誰かが必ず見ていてくれるものです。あなたの強みを引き出す USP コンサルト、四柱推命行動心理学を用いたプロファイリングで、生きるのが今よりもっと楽になる、そんな人生の取扱説明書を作ります。 USP プロファイリングのお問い合わせはインターネット検索プロファイラー押したり、カタカナでプロファイラー、漢字の忍ぶに足と書いて押したりでお願いいたします。踊れ踊れ私の占いサブリ。 DMM オンラインサロンが大人気好評中、大阪の占い癒し所やくも庵オーナー萩原やくも先生監修による
あなたの恋と愛に役立つ週末の占いサプリです。今週のライティングご担当は鎌倉長谷の占い師 DT 岩瀬さんにお願いしました。今週も十二星座で占いますよ。遅れてごめん。ハロウィンのコスプレ編です。それではセクシーに参ります。おひつじ座、興奮しすぎてお目目が真っ赤なのはどうして？バニーガールだからって走って逃げたりなんてしないわよ。おうし座、忙しすぎて構ってくれないのね。キョンシーのお札をおでこに貼って身動き取れなくしてあげる。双子座、最近マンネリ気味を感じているおうし座さん、マーメイドのコスプレで愛の海にダイブしましょう。カニ座、週末はゴージャスに過ごしたいカニ座さん、セクシーなドレスを着た私とシャウィーダンス。獅子座、今週ずっとイライラしていなかった、ご褒美にセクシーキャッツでゴロニャンしてあげる。乙女座、知らない間に意固地になっていませんか？メイドの私がご主人様いろいろご奉仕して差し上げますわ。天秤座、週末はそわそわしがちな天秤座、羊のコスプレで裸の私のお布団になってちょうだい。サソリ座、私とのシンクロ率高かったでしょ。あなたと熱きパトスでエヴァーのブラグスーツ貫いて。イテ座、王道が大好きなイテ座さん、お医者さんのコスプレで私を診察して。ヤギ座、几帳面なあなただけど本当はされたいんでしょ。素肌に包帯でぐるぐる巻き、変態ミイラの出来上がり。水亀座、最近無理して落ち着いてない？女王様コスプレであなたの玉座落としてあげるわ。魚座、少しダークな気分な魚座さん、天使のコスプレで天国まで昇天させちゃうわよ。大阪の占い癒し所ヤクモアンオーナー萩原ヤクモ先生の鑑定にご興味のある方は、占い DMM ヤクモ、漢数字の8に空の雲と検索してみてください。そして今週のライティングは鎌倉長谷の占い師 DT 岩瀬さんでした。世界で一番大好きなあなたの元へ。
しくて苦しくて弾け飛んでしまいそうよ。お熱いのがお好きな、あなたの恋と愛に役立つ夜に聞きたいサプリメント的バラエティ番組、小室由里の夜サプリ。そろそろエンディングのお時間となりました。今週ね、ライブの様子聞いていただきましたけれども、35周年を迎えられました。デビュー35周年ですね。澤博隆さんと一緒にやっておりますラジオ番組 FM 大和ちがっとルート467、毎月1週目水曜日22時からオンエアしております。この夜サプリを週末、違う、月末に聞いて、その翌週のこのちがっとルート467を聞いていただくと、同じテーマで違うメンツで話しているので、二度おいしい、二度楽しめる、そんな番組構成になっておりますので、ぜひ聞いてくださいね。毎月1週目に水曜日22時から FM 大和ちがっとルート467聞いてください。YouTube チャンネル、こもゆりチャンネルも引き続き配信しております。毎週月曜日22時配信予定です。1分でズバッとあなたのセックスレスを解消させていただいております。 YouTube チャンネル、こもゆりチャンネル、毎週水曜日、いろいろ混ざってる、すいません、毎週月曜日22時配信中です。ここまでのお時間は、誰にも言えない男女の深い悩みを解消しております、男女コミュニケーション専門家、小室由里と、占い癒し所ヤクモアン、恋愛スキル協会リコモ、沖縄の地鶏を育てる琉球食系、以上3社の提供でお届けいたしました。この後はうまくで柳原バーナー園芸集団 FEC オフィス所属のお笑い芸人さんが、笑いやしゃべりを極めて FM ギノワンの人気番組を目指します。FEC チューンド、水曜日の担当は日賀亮斗さんとジャックカイリさんのコンビ、デコボコトラベリングのビッグスモールです。お二人さん、今年もあと2ヶ月となりましたね。やり残したことありませんか？最後にあなたにお渡しする夜に聞きたいサプリメント、恋の名言はこちらです。愛とは大勢の中からたった一人の男なり女なりを選び、他の人を決して顧みないことなのだ。ロシアの作家トルストイの名言です。この時代から性の多様性というものを歌っていたんですね。他の人を決して顧みない、その意味もまた変わっていきそうです。来週もまた元気になれる夜サプリ用意して待っています。忘れずに取りに来てくださいね。